慰霊の日に合わせて平和への願いを未来へつないでいこうと、昨日沖縄市で音楽イベントが開かれました。自分たちが戦争体験者の声を直接聞くことができる最後の世代かもしれないと、平和への思いを綴った曲を披露したアーティストに迫りました。植草アナウンサーのリポートです。昨日、沖縄市で開かれたライブイベント、うむいの輪。音楽を通して平和を見つめようと、県内外からアーティストが集まりました。発起人はこれまで数々の音楽イベントを手掛けてきた福原慎吾さんです。ミュージックとピースはもちろん一緒って、よく音楽でもあると思うんですけど、平和を願いながら音楽で盛り上げていくっていうのが僕の中ではとても大切なのかなと思ってる。みんなの空間とかを共有できたらまたさらにいいのかなって思ってますね。福原さんもアーティストも慰霊の日にライブをするのは初めて。打ち合わせを重ね、平和への思いを共有してきました。どん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 戦争体験した人も亡くなっていくし、自分たちにできることって何なのかなって考えたときに、沖縄っていう島にあるものを歌にして、やっぱり次の世代につないでいくべきだなと思って。沖縄市出身のラッパー、リュードアルファ。リュードアルファさんには1年前から慰霊の日に歌うと決めていた特別な曲がありました。すべての戦没者の方へ、そして今みんなの目の前にいる赤ちゃんや子供、沖縄の未来へ、聞いてください。うむい。島の空を飛び交う戦闘機、風に踊る宇治の森、青い海に燃ゆる命、ティダよ照らせ僕らの祈り。戦争体験した方、おばあちゃんが、僕が多分まだ小学校5、6年生だと思うんですけど、やっぱ涙を流しながら戦うんじゃなくてから目の前にあるものを大切にしてくださいっていう、それはずっと覚えてるし、僕らは今沖縄にあるものっていうのをちゃんと次の世代に渡さないといけないなと思ったんですよ。僕らが多分戦争体験者の人たちから戦争の話を聞けた最後の世代だと思うから。沖縄戦で戦死した曽祖父、父親を知らずに生きてきた祖母が礎の前で流した涙を見て感じたものを歌詞に込めました。争うよりも愛しなさいと、忘れはしないおばあの涙。実は去年夏に完成していたうむい、ビギンの島袋勝さんらとともにこの日の発表に向けて温めてきました。目の前でルードがうむい歌ってくれたんですよ。その時も本当にもう衝撃が走ったっていうか、なんか胸を本当突き抜かれたみたいな感じだったんですよ。なんかブームの宮沢さんと沖縄を代表する曲がまた出てきて、その曲を聴きたいねっていう、自分たちが作りたいねじゃなくて聴きたいねっていう話をずっとしてて、なんか僕の中でそれがもう思いだったんですよね。沖縄の人にとっては辛い思い出が蘇る日でもあるかもしれないけど、やっぱそういう礎に手合わせてる子供の姿とかを見たら未来である日だと思うし、慰霊の日を迎える前には県内の小学校を回ってライブを披露し、子どもたちが慰霊の日の意味、平和とは何かを考えるきっかけを作ってきました。命の大切さを分かりながら、今まで死んだ人にゆっくり眠ってねと言って過ごしたいと思いました。ノートとかに写したりしてから
もし結婚した時に子供が生まれた時とかに教えたいなと思いました。生まれた時からそこにあったもの、島に残った基地問題、あっていいのかなくていいのか僕には答えがわからない。生まれた時からそこにあったもの、島に響く命と鼓動、島の空を飛び交う戦闘機、風に踊る宇治の森、青い海に潜る命、時代を照らせ僕らの海。ルードアルファさんの海一番良かったです。子供たちのためにも平和に楽しく生きていけたらいいなと思います、ね、ここで聴く前にちょこちょこ聴いておいたんですよ、この海っていう曲は。だからね、今日どうしても聴きたいということで、若い人たちがこういう沖縄の思いを歌にして訴えるってこと、とってもいいと思って、うん、とても楽しかったです。もっと一日一日大切にして、もうみんなと仲良くしていきたいなって、絶対戦争は起こらないでほしいなって思いました。世代を超え、一人一人の心に平和への思いを届けるウムイ。沖縄の未来を照らしていきます。でもこうやって考える時間とか共有できる空間、時間っていうのがあったのが、やっぱり沖縄のこの6月23日っていうのはやっぱり大切にしていかないとなとか改めて思いましたね。音楽をやっててこの歌詞を書いていてよかったなって、思う瞬間がやっぱ今だなって思いますね、はい。まあ、来年も再来年もですけど、やっぱこういう風に人が笑顔になれるような歌を作っていきたいと思うし、楽しい世の中を作っていける、もっと綺麗なものを手渡したいなと思いますね。ルードアルフさんのうむいの歌詞すべて読んだんですけれども、戦争を知らない我々世代でも本当に共感できるなと感じました。はい、若者に人気のあるルードアルフさんのようなアーティストがこうしておばあさまから直接聞いた言葉や話を楽曲にして発信するということは、次の世代に戦争の記憶をつないでいくとてもいいきっかけになると感じました。